くやっていきましょうか。桃鉄100年目に破産する社長プロスやってまいりたいと思います。本日25年目ようやくようあかんわかんであかんでわかんでわかんどうなっても知らん。でもどうせ僕はお眠りしてますからね。ねえねえぽよぽよみぽよぽよ合わせてぷよぷよマリモンポン。さあ飲みましょうか。4分の1リニアカード飛んでいけピーって何だったっけな。いやーでもね、あのね、前回パートでいよいよですね、あの物件飛び周遊とですね、まあ、あと何だったっけ、のぞみとかね、いろいろとね、こうちょ、移動するための手段が全部失われてしまったというね、もうとてつもなく、移動手段に関しては、超ピンチな状態になってしまったんでね、なんとかそこをちょっと切り抜けるための手段を手に入れたいところですね、ところで、うわぁ、NNM、うわなんかめっちゃゴリッゴリに傷。何もしなかった寝ております。おやすみなさい。すいません。未だに。じゃあ、ぐーぐー寝ているんですけれども、ここでベラベラ喋ってるおじさん、一体誰ですかね。そうです。私がブルーフォースでございます。あと75年後には、すべてを失います。武器をさらば、何、武器をさらばって。なんだ。あれ、さらば青春の光みたいな。カードいっぱい、坊主丸儲け。こいつ、いいカード手に入れてやがんな。機械券、あ、でも機械券もいいよね。ロイヤル EX とか売ってるところとかに行ったらね。で、あれだっけ、なんかあの東京の方にやっとお目覚めってことで、のぞみカード使わなくてもいいか。とりあえず、でもお金ゴリゴリ、みごりごり合わせてゴロゴロ。そうだね、みごろごろ、よいしょー、6、第8したかね。私にはまだまだ161億もあります。目指せジェフ・ベゾスを超えてゆけ、超えてゆけ。でも100年で、何兆っていう額だったら、やっぱジェフ・ベゾスよりも全然遅いんだもんね。今、イーロン・マスクだっけ。まあ、とりあえず、柳井さんを超えられればそれでいいや。今、どのくらいの、おーえじゃお前全部キングボンビーに奪われろ。そうだ、ボス丸儲けにそういうカードだった。うわー、マジかよ。一気にもんなし、もん別じゃねえか。うわー。はい、さよなら。お前は全てを失って、借金もせ、マジかよ。ちょっと待って。来月じゃもう今月だって。うわ、えぐっ。ちょっと待って、あかんに行きたいけど、あかんに行かれへん、あかん、ちょっと待って、ブック、太ってしまいましょう。とりあえず、あぶないぶないぶない、どこにも飛びません。まあ、あと1マスなんですね。あと1マスなんだな。これで1とかなったらもう最悪じゃねえか。トピック、頼むトピック、来た、4月から6月、10月から、イカフィーバー5億、そうだ、俺は全てを失っても、すぐにカムバックすることができるんですよね。これが、財力、土地力、そして頭脳の力、お前らじゃ到底手に入れることができま、しれっと18マスまで近づいてきてんだろ、そしてお前は3億稼いでんのかーい。さあ、すべてを失え、貴様。俺たちに恥と、なんやらかんやらわかんないけど、とりあえずぐるぐる、カードをすべて失え、貴様。たまにはお前、いや、捨てなくていいから、次元爆弾カード全部こう渡すとか、1、2、じゃあカード取りに行きましょう。1、2、3、4、5、はい、たったったった、お払いカード。いや、どうせデビルとかリトルデビルとか手に入ることがないんだから、お払いカードなんかね、もう。あ、やめて、よし、触らないで悪がつくから。もう、なんでこればっかりこんな目に遭うんだよ。もう、なんぶわ、今年は収益がゴリゴリに下がっていくという感じですね。いや、もう、このシーンがね、いやーだから、もう判決見えてんの、右のお尻が丸見えなんですよ。ということで、ぐるぐる。ああ、もう。これ飛ばした。日本では記録的な今回物件出ています。はい、お願いします。伝えてください。6都市21件。要求4億。ちゃーちゃらちゃー。はーい。いや、もうこれ全部売った方がいいんじゃないか。ちょっと工業って売れるのか。あー、そうだよ。朝日が昇る。ルル。農林は、あ、ノリア、そうだよね、国の政府からの私で、ね、そのくせさ、減反政策とかで奪ってくんだぜ。マジでもうやってることがむちゃくちゃなんだよな。ところで いらないです。あー、高岡ちゃん、ごめんね。もうなんか毎回こう手放す仮面になってしまって、私が伺えないばっかりにごめんなさいでございます。33億、あと4億ですね。あと4億は、じゃあ、はい、長浜、はい、これで OK です。はい、
やっぱ手持ち現金ってのも大事なんだね。160億奪われて、160億奪ったくせにあいつそこで金なくしてってんだもんな。マジでもうクソみたいな。うわ、めちゃめちゃ稼ぎますやん。めっちゃ稼ぎやん。もうカードを失っただけじゃなくてもお前すべてを失い、お前俺の金でよかったな。なんだよ、なんでゴルフ場金で何チキってんのかよ。どうせあれだろ、こいつに金を奪われるっていうことに恐ろしさを感じて全てに手を出すことができませんって。そんなチキンプレイしてっからいつまでも資産がたまらないでさ、数十億うだ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 やってんだよ。早く4桁億円来てみればいいのに。こっちの世界は優雅でいいぞ。うら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 、人から奪った金で払うっていうね、さぞかしいい気分だろうよ、本当に。くる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 、なんで6なんだよ、なんで6だすっぺ。で、どうしようかな、どうしよう、どうしよう、こっち行ったら、あ、でも急行カードしか、あ、でも急行カードを買えるだけ買っとく？そうだよね。え、そしたら、1、2、3、4、5、6、7、あ、でもさ、7か、結局あれだもんね。じゃあ、あっけに行きましょう。あっけに取られて、ハッチマキはかき飯かき飯、書き込みましょう。100% お帰りなさいませ。我が家はとっても快適気分です。でもな、こっちがしれっとどん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 な近づいてきてんだよな。あれ、こいつカード何持ってたんだっけ？わーお、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 わーお。あれ、ちょっと待って、あともう10マスくらいなんじゃないか。はい、マイナス、残念でした。あれ、9月でもマイナスの額かなりでかいな、1億か。まあ、こいつでもあれだな、5歩進んで2歩下がるくらいのお金稼げてるから。うわー、またほんで、こいつポイントがせっこいな、金180、100人。わーお、わーお、わーお。うーわ、特製とか買ってやろう。はい、さよならつ、あー、よしよしよし、カード買ったのに、お金を損するだけで全てがいただきます。え、何35枚も買うの。しかも捨てなきゃいけない。そして特製で、あれ、このタイミングで特製で捨てるの、アホなの。しかもちょっと待って、だったらいただきますカードをさ、あ、全部いただきますカードにする。あれ、いただきますカードって何？お金取っていくみたいな。え、待って待って待って、おー、プロ社長、いいですね。早い時間、陽気日、さよなら、バイバイ。はい、さよなら。なんかすごい左手が大きい気がするんだけど、今気づいたわ。25年前って初めて気づいた、お手手が大きい真実。もう、行ったり来たりじゃん。帰ってきたり行ったり。あ、ってことは、自分が独占しているマスってことは、何かいいことが起こるのではないだろうか。いやいや、寄ります、寄ります。寄ります。街を覗いてきますか。はい、売ります、買います、ウーフルホン。何も起こらない？お前、ヒーローが凱旋してきたんだぞ。酒盛りと女とお金を持ってこい、全部持ってこい。無理、しれっと買ってるし、いいなぁ。もうこいつ散財してるだけじゃん。もう都の城かよ、都の城の超金持ち、てか都の城一の、お金持ちのね、とある某メーカーのね、お方とお酒を飲んだよ。その人に言われたことがね、いいか、ブルーホース君、人生はコツコツやっていくことが成功なんだよって言われて、もう本当にコツ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  YouTube やってたおかげで1000人を超えることができました、昨年。本当にありがとうございます。そしてお前、秒で借金背負ってやがんだ、マジで。人からさ、161億も奪っといて、なんで今マイナス10億なの？ここのわずかの3ターン、わずか2ターンか3ターンでどれだけのお金を散財してるの、貴様。バカだ、本当にもう。こういうのがもうね、はい、じゃあどっか飛んでいきましょうか。行きましょう。それでここに止まりまーし。その位置を出してほしいんだけど。あれ、こういう時ってさ、なんかさ、コンピューター補正か何かがかかってさ、なんかすごい、こう、うまくさ、あ、うわー、うん、めっちゃ買いますやん。こういう時にボンビーをボーンってつけてさ、で、お金が取り、見取れ取れ、で、取れ取れ市場、売ります、買います、取れ取れ市場、取れ取れ市場ですね、白浜県にありますね。白浜県ってなんだ？お前さ、借金背負ってるからってさ、借金を増やしていくんじゃないよ。本当にも怖いものがなくなった、失うものがない人間って本当何をするか分かんないんだよね。まあ失うものがない社長とか何するか分かんないからところで、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。でも、ま、赤マスしかないんだよ。じゃあもうカードでも急行カードを買い占めましょう。急行カード買えるだけ買っちゃいましょう。買いましょう、買いましょう、買います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 。ちゃっちゃっちゃちゃっ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 ちゃ、そうな、特製レイカードとかをさ買ったところでさ、借金をゴリッと背負わされた瞬間にはさ、残念ながらさあ、とか1億もあるんだったら現金使わずにポイント使えばよかった。バーカバーカ、そう、ね、ほんと小学生みたいな悪口しか言えない。俺のも、あ、え、なんで青森戻ってくるの？いや、本当にね、いや、もう、マジで大変ですわ。はい、そして小銭は、今このタイミングでお金を稼ぎに行ったところで、はい、ボンビー、売れるものが物件一つもないよろ。あなた、貧乏にょろ、にょろにょろ貧乏に。
2とは、2とは、じゃあ次急行カード使いましょう。次急行カード使って次止まります。もうどんだけお払いする気満々なんだよ。とかお払いカード売っとけばよかった、しまった、やっちまったな、はいさよなら。そうだよ、ちょっとでも小銭稼いどけばよかったじゃねえか。くそー、もういろいろとなんかやりながら頭ぶっ飛んでってるよね。いろいろベラ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 喋りまくってたら、もうなんか頭の中のさ、消しゴムがさ、どん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 私の記憶を消していくんですよね。消し消し消し、キュッ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 って。あー、今日もコーヒーが美味しい時間帯でございますね。真夜中でございますよ。真夜中にそんなベラ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 喋ってさ、おい、なんか、すげえな、行ったんで、一旦ボンビーが、フル物件が何もねえんやろってさ、何にもアクション起こますよね。さあ、来たー、出たー、出た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 、オッケーです。ちなみに特性霊は使いません。さあ、借金3倍です。ブー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 、まあまあだな、3倍。さあ、50、え、ちょ、あいつ3、あ、40、あれ14×3 は、あ、そうか。そうだよね。ありがとう。あ、でも1600万か、大した額じゃねえな。お前、マジで大した人間じゃなくなっちまったな。キュー、きたー。そうです。こういうことなんです。私は全てを手に入れたんです。サンマ漁船団も俺のものだ。誰にも似てない夢の背中を。シュビビンワンダーメガー。イエスイエス。あっちこっちそっちどっち。いや、違う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 。18億ゲットですよ。2連続22予算億ゲットで、いきなり貧乏。あ、よき悲惨なんだ。へえ。ってことは借金じゃなくなるから、あ、意味ないじゃん。マジでゴリッと意味ないじゃん。あ、いや、まあ、一回。いや、ちょっと待って。2億残す程度だったら、じゃあ、こっちの方がいい。じゃあ、こうの方がいいね。オッケー。手元に2億、3億、6千万もあれば、なんとか借金は逃れるじゃんか。台風さえ発生しなければな。で、こいつはあれだよ、貧乏人にしか、ちょっと、生きり立つことのできない、なんか、だから、役に立つのが、いかめし森。森といえばいかめしなんですよ。そうなんです。森さんという方から毎年もらっていたあれがね、もう、持ち金プラスか、面白くないな。よし、じゃあ、お前の借りを全て元に戻してやろうか。そう、借金生活して酔いまくれよわ。こっちにどんどん向かってきますね。そして、相変わらずの小銭稼ぎ、ごちそうさまでございます。いただきますカードって何だったっけ、もう全然覚えてないんだけど、とりあえず急行カードでちょっとじわっと近づいていきましょうか。パーン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 。あ、ちょっと待って、これどっち無つ別ってどっち、上なんだね。上に進んでまいりましょう。ちょ、なんか本当にあれだね、コントローラーがかすみたいな。危ない。ちょ、デビル発見、いいですね、ナイスですね。こいつにデビルをどんどん発見してまいりましょうか。あれ、こいつってもうカード持ってなかったんだっけ。あ、どんまい。そんな男をはべらしてばかり、ういー、ちゃっちゃくちゃちゃちゃーちゃーちゃかちゃーちゃー、森の独占を失って、黒、やっぱ黒ベイシーボル。ああ、なんか農林物件以外はもう皆さんもう何も持っていないということなんですね。売る物件一つもないニョローの男だしね、借金を背負っても返すことができない。あれ、もう一回ビッグボンビーにならないかな。もう一回、うわー、めちゃくちゃええカードやん。ですよね、ですよ。マジでいただきますカードって何なんだ、知らないんだけど。デビル派遣、デビルを何匹か他の誰かに派遣させることができます。これはでもね、今使ってもあれなんですよね。うわー、11、めちゃめちゃ近いですやん。うわー、マイナスになるのか。あ、てか、マイナスしかないのか。まあ、いいか。ちょ、多くない？危な！めちゃめちゃギリギリだったわん。よかった、3月で。ちゃ。いや、なんか下になテロップ出ないんかーい。はい、ということで、無事ですね、4分の1、25年目も終了することができました。決算発表。もう今回はマジでもう収益額を貸すみたいなもんですよ。ほら、下がってる。160回、145億になってる。最終的な決算をお見せしましょう。ほら、1600億から1500億。もう、マジで現金奪われた上にさ、さらに40億のさ、借金を背負わされるって、もう、さまんねえわ。それでも私、カムバックしてまいります。そうです。30年目を迎えるまでに必ず2000億突破します。
皆さん安心してください。ということで、おっしゃったんですけど、一旦ここで終了とさせていただきたいと思います。では、26年目もぜひご覧ください。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた、バイバイ。